同じものだ、あ、ごめんなさいね、同じものだと。はい、まあ、すごい、いつの間にこんなのつけたんですか。着替えてる間によく用意しましたね、お前、パタパタパタ。じゃあすごいすごい、はい、な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 にこれ、はいはい、はい、それじゃあ早速今回のアリスナイ警察、緊急訓練の詳細を発表しよう。まず最初の訓練はこちら、標的を狙撃せよというわけなんですけど、ほうほうほうですね。この音楽もすごいよね。狙撃とかできるわけないじゃん。はい、治安の悪い東京の街、はい、なんといきなり立てこもり事件が発生した。マジか。何？なんだと？何？そこで事件を解決するためにみんなは犯人に見つからないよう指定された位置に寝そべってライフル銃で標的を狙撃してくれ。マジか。チャンスは1人3発まで、見事標的に当たればその場で訓練は合格だが、一番成績が悪かった人には鬼教官からのケツバットがお見舞いされるから頑張ってということでございます。まだケツバットか。これはすごいね。いい加減怖いぞ。でもなんか今日はなんかこう、うーわ何それ、こんなのあんのこれ。何これ、すげえ。寝そべってやるんだよね。なんか俺がやる空気。なんか楽しそうだね。でもこれ、この曲、俺やってみる。あれあれ、ちょっと待ってよ。あれ、おうおうおう、狙撃の相手ってあれかよ。狙撃の相手、ちょっとこれおかしいよね、これなんかおかしいです、狙撃の相手これ。これを打つ、これを打っていいのか。これはでも逆に打ちやすい。おお、逆に打ちやすい。逆に、ね、なるほど。なおっつって、ね、これはね、そうべって打つんだよ。うん。あ、また落ちちゃった。ごめんなさいね。はい、はい、寝滑ると。では、佐賀君に挑戦していただきましょう。おマジっぽい。リアルだよこれ。マジっぽいよ。大体こんな帽子かぶった警官ライフル持ってないよ。もう倒れそうじゃん、長さん。死ね。あ、なあ。おお、外れた。あ、でも惜しいね。こんなのあるんですね。こんな売ってるんだっていう、これ、うん、ね。よくあの なんていうんですか、こう屋台というかの。うん、でよく見るやつですよね、これ。そうっすね。さっきから打つ前にね、ナオさんがもう倒れてるんですよ。食べ過ぎなんじゃないのかっつって思う。ナオさん頑張って。はい、打っていただきましょう。お、お、すごい。お、当たっちゃったよ。ナオは死んだ。こんなさらっと。ナオは死んだ。死んだ。あいつは標的をね、始末しましたけども。うん、はい、意外と簡単にできちゃうんじゃないの、これもしかして。できちゃった。次俺かな。あれ、もういいの、もういいんですか、次行っちゃって。あ、もう一回、もう一回。あれ、あれ、次一人三発まで。あ、じゃああと一回できるってことね。そう、新たな標的が現れます。新たな標的もなんかおかしいよね、あれよく見ると、うん、なんか見たことあるよね。見たことあるやつだよ。ちょっとよくは見えないけど見たことある、うん、なるほど。俺はたとえメンバーだろうが、俺はね、いざという時は撃つからね。そうね、後ろからでも撃つからね。容赦したらあかんね。もうダメだ、この野郎。チャラ男。チャラ男。チャラ男が。ちょっと当たりすぎじゃねえっていうね。佐賀君はもう普段からメンバーに恨みを持ってる。普段から狙ってたから。普段から狙っていた。狙ってたから。なるほど。じゃあ次俺いきますか、うん、これはどうやって打つんですか、これ。うん、お、鉄砲の打ち方、フォルクを仕込む、うん、茶色い部分を引く、これですか。いやいや、すごい。寝そべるっていうのがちょっとよくわかんない。意味あるのかなって。寝そべる、ね、いや、もう敵に見つからないようにね。ナオさんもあたりを警戒してますから。すごいな、この穴全く意味ないもんな。すごい、すげえ角度。なんかだんだん腹立たしい顔に見えてきたもんね、なんか。犯人か。じゃあ撃ちます。お願いします。ダイ。あれ、行かない。リロード、リロード、リロード、そう、うん、そうそう、おい、そうだけど、おい、やビジュアル界の兵法、行きます。うん、おお。
全然当たってなかった、ね、ちょっと今低かったね、飛んでなかった、マジか俺、うん、コールオブデューティーで鍛えたのになこういうのちょっとね勝手が違うね、そっか勝手が違うな、うん、これなんか刺し方とかあんま強くしない方がいいのかなこれ実は、ああよし2発目、おスナイパーだよ、なんかセクシーなポーズ、うん、しない、ちょっとちょっとね下に行っちゃってるね、あ下に行っちゃってる、うん、じゃあもうちょっと上向きなんだね、そうだね結構したらね今俺下手くそだ、いや坂君実は上手すぎた、上手すぎたよね多分ね、うん、噂がねありますね、おいや、おおおすげえ、いややるね、ナオを倒すことができましたできたね凶悪犯を、じゃあ続いて翔くん、あはい、じゃあ僕こういうの苦手ですけど、はい、大体なんでメンバー同士でこう打ち合ってんだろう、そうだよね、まあ、気にしないの、まあね、これどこまでツアー中のあの一体感が偽りだったんだ、聞くんで止め切りがコンって聞くんですね、おお、なるほど、そんな感じね、で寝そべる、寝そべるんですね、さあ凶悪犯ヒロト、凶悪犯打ちまーす、おー新しいね今、何が起きた今、飛び越えてったよ、飛び越えていった残念だよ、これなんかあれだよね多分本当にそのねスコープに騙されちゃいけないと思うんだよね、そのスコープで狙ってると大外れするんだよ、なんか、なるほど、ヒロト、昔は誕生日二人で祝ったりしたな最近は全く祝ってないけどねヒロト変わっちまったんだよ、受け取ってくれよ、こうね、はい、モグをね、はい、あ、モグを溺愛してるからね、そうしょうがない、確かに俺よりモグの方が可愛い、いやこれやばいよこれ、初めてお馬さん出てきちゃうんじゃないのこれ、あそこ当たんなかったら馬出てきちゃうんだよね、これで、これやばいよ、これやばいよね、じゃあいきまーす、最近守られねえから翔くんがなってやばーい、今ダメだったんじゃね、おー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 、とんがってる部分が肉に当たってたよ、ね、おい今、あ普通こういうのって芸人とかでもハリセンとかさ、もっとなんかこう柔らかいやつなんじゃないの、ちょっとちょっと今なんかでかいの来たよ本当に気をつけてみんな、あれガチでなんかこう工事中みたいなね、うん、なんか今事故が起きたね、馬じゃねえし今、うん、今日負けられない日じゃねえのこれ、もしかして、うん、負けられない戦いだね今日ね、危ない危ない危ない、気をつけてみんな、これはねちょっとびっくり、うん、びっくりですよ、いやあいつを標的にしたいよ逆になるほどね、はい、じゃあ続いてのなんかありますかね、はい、次は多分